はい、こんにちは、かけむらです。今日もまたまたアクシス Z の運転の動画なんですけれども、ちょっと練習がてらにですね、第7岸壁まで行ってきました。また車のアングルとまた違った形で景色楽しんでいただけると思いますんで、久々の7岸ちょっと映して、最後は7岸のところはあんま映してないんですけれども、ちょっと雰囲気変わってますんで、よかったら一緒に見てください。はい、それではですね、明日は雨言うてるんで、ちょっと練習がてら、アクシス Z で7岸まで行ってみようと思います。だいぶ曇ってきてますね。風がね、まあまあちょっと冷たいです。ちょっと後ろからトラックに煽られてるんですけど、今左から抜かしてるこのトラックめっちゃ煽ってきとったんですよ。やっぱりバイクに乗ってて煽られたらちょっと嫌ですよね。そのなんか何もホールド性がないから、なんていうんですかね、ただただ怖いみたいな。やっぱそういうのにも慣れていかんとあかんのでしょうけどね。昔原付き乗ってる時はどうやって走っとったんかなってあんまり思い出さないんですけどね。よう原付き乗って堺カートランドとかで自走で行ってたんですけど、まあ、こんだけ車少なかったらね、あれなんですけどね。40キロ、50キロやったら、ちょっとね、バイクやったら40キロ、50キロ、なんか速いような気がするんですけど、トラックからしたら遅いんかな。今って左、右からトラック抜いていくんですけど、あ、抜いてけん。後ろに入りよった。抜いていけよ。ただ単にただただトラック疲れて後ろ疲れたらちょっと怖いみたいな。さあ7岸見えてまいりました。あれ、雨です。嘘、雨降ってきました。とりあえず今日アクシス Z バイク練習ですね、ここまでにしてみたいと思います。ちょっと7岸の中入ってみましょうか。雨がまあまあ降ってきたな。 GoPro についてないやろね。 GoPro は防水なんですけれども、 GoPro のレンズに水滴ついてないやろね。お、なかなかデミオ、ホイールの決まったデミオが走ってきましたね。ちょっと7岸の中入ってみましょう。入られないんですよね。ずっと最近もずっと柵してるから入られはしないんですけど、なかなかちょっとデコボコ道はやっぱり乗り心地悪いな。軽いっていうのもあると思うんですけど、いや、あら、なんか綺麗さっぱり、綺麗さっぱりになってますね。
なんかめっちゃ綺麗になってる。こういうところやったら全然気楽に。うわ、前なんかあったところ、ターミナルになってる。ここにトイレと食堂があったんですけど、綺麗さっぱりなくなってますね。よいしょ。やっぱり柵はされてますね。お、久々の七冠、誰もいてない。以上です。以上、アクシゼット七冠まで、運転の動画でした。なんかね、よく煽られますね、バイクの場合。 N バーの時はほぼほぼあんまり煽られたことなかったんですけどね。なんでか知らんけど、トラックにめっちゃよく煽られます。なんでやろう、謎です。それでは、簡単なんですけれども、指定させていただきたいと思います。